土曜日夜10時明るい未来にチェンジの時間がやってまいりましたパーソナリティの FC 上岡です明るい未来にチェンジは誰もが幸せに生きていける社会を実現させるための情報ラジオです本日のテーマも自民党の憲法改正案です今日もまた衝撃的なお話ばかりですお楽しみに Seventy eight point zero, FM. Naha. your radio station. パーソナリティの FC カミユカです。はい、えー、本日も、えー、トークの相方にジャズシンガーギボタカコさんに来ていただいています。ギボさんこんばんは。はい、こんばんは。はい、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、えー、本日もあの先週に引き続いて、はい、あの自民党の憲法改正案をテーマにトークを進めていきたいと思います。はい。 はいよろしくお願いします,ししま,すまだまだ気になること,とあところがたくさん <laughs> はいもうこれはねあのぎものさんたっての <laughs> このテーマをやりたいということで <laughs> う <laughs> そうですね <laughs> 一個一個改めて見ていくと、えー、やっぱり。 あれも気になる、これも気になるみたいですね。はい。じゃ、あの、ちょっと、まあ、先週の繰り返しになるんですけど、改めまして、あの、憲法とは。はい。意外と、なんか、憲法って、あの、何のためにあるって知らない人多いんですよね。そうですね。私も恥ずかしながら、つい何年か前までは知らなかったので。うん。いや、でも、本当重要ですよね。重要、もうめっちゃ重要。え、憲法とは、国民の権利と自由を守るために。国がやってはいけないこと、またはやるべきことについて。 国民が定めた決まりしびれままりれれすすねねそ <laughs> そううだからあの国を縛るルールであって国民を縛るルールじゃないっていうところねそうですね,ねこれはもう、うん、あの私が個人であのこ,うこうなんじゃないのって言ってるんじゃなくて今の,あのお話は日本弁護士連合会さんの,、はい、あの法律の専門家たちのホームページにこのように記載されておりました。はいもう す晴らしい素晴らしい。ということでもともと憲法というのは国を縛るルールそこを外さない絶対外してはいけないポイントなんですよね。ということでお話をまた再度先週に続いて。先週はですね第12条ぐらいまでお話ししたのでその先をまた読んできました。で気になるところまず第18条。はい が気になりまして、えー、まあ現行憲法は何人もいかなる奴隷的拘束も受けない、えーうん、いかなる場合でも受けないいかなる場合でも奴隷的拘束を受けないと書かれているんですけれども新あの改訂版は草案は、えー、何人もその意に反すると あ、こ、これなんていうの、稲、稲と,と、すみません、稲、うん、とに関わらず、うんうん、社会的または経済的関係において身体を拘束されない。なんでわざわざこの条件をなんか足したんだろうみたいな。ね、いかなる場合でもいいんじゃない。い,いかなるでよかったのに <laughs> なんか社会的または経済的関係においてってなんかわざわざう。うん なんかこう限定的になってるんですけどじゃあそれ以外の場合は拘束してもいいのみたいな感じに捉えられて一応なんかこういうのが懸念がありますみたいな読んだ記事読んだ時に軍事的には可能になるんじゃないかみたいなのが書いてあって例えばだから「徴兵します」「皆さんの体を拘束します」「違憲ではありません」っていうことにはいなりかねないんじゃないかなって。 いやこれだからの集団的自衛権ということで、うん、あのそれを拡張すると戦争になりますよという話を、ね、先週もしたと思うんですけどそれとセットにして、えっと、あの政治的、経済的には拘束されないけど軍事的には拘束して OK となると徴、うん、兵制まっすぐらいじゃないですけど怖いですよね。怖い そうそう、この言葉の隙間を、隙間を縫ってね、そういうことされそうな。されそうですよね。なんかね、怖いです。ね感じが。しまして、あと。えっと、第十九条。が、えっと、思想及び良心の自由は保障する。まあ、保障するのはいいんですけど。現行憲法は。えっと、思想及び良心の自由は。これを犯してはならない。なので。なんか、犯してはならないから、保障するに変わってて。 なんかちょっと弱くなってないみたいな。なんかトーンダウンしてますよね。<laughs> トーンダウンしてるので、よっかしてはならないのままでいいんじゃないかなと。うん。思ったりと。りんとかあのー、現行憲法だと、まあ政府っていうかまあ国はこれをやっちゃいけないって国を縛ってるじゃないですか。でもなんか国が保障するってなんか上から目線になってませ <laughs> 確かに。<laughs> そうですね。保障するっていや、うん、どういうことよみたいな。でこれ私もねあのちょっとあのー。 まあ、私もその法律にむちゃくちゃ明るいわけではないのでこういうことを詳しく勉強されているというか情報発信をされている公益社団法人自由人権協会さんのページでちょっと勉強させてもらったんですけどこういうあの思想とか良心の自由ってまあ人権の一つじゃないですか。で、えっとそのまあ、これ私が言ってるんじゃないですよ自由人権協会さんの,あの意見として。うんうん、えっと 人権とは何かについても根本的理解が間違っていると。<laughs> はい、あの人権は憲法によって。国から恩恵として与えられるものではない。<う>人間であることによって、すべての人が普遍的に当然に持っている権利で。うんうんうん うん、だから国家政府が公権力で,で犯してはならないものだからここ全く真逆になっちゃったんですよね本当ですね本当にそうかい言われたら本当に上から目線ですねあそう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 それは別にあの国に保障されるものじゃなくってだからその、うん、生まれ持ってる私たちの権利を国があの侵害しちゃならないんですよっていう話を、えっと、一応現行憲法の第19条では これを犯してはならないってあるんで、うん、そうですよね。<laughs> う,んう,んうん、うん、うん、本当ですよ。そもそも持ってますから。みたいな。もともと、そう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 、あの、うん、思想や良心の自由は、あのみんなどんなことを、まあ、一応考えてもいいっていうことになってるので。そこを、やっぱり、あの、ああだ、こうだ、あの、言われる筋合いはないし。まあ、もちろんね、その、えっと、犯罪とか、そういうことに、あの、その。 えっと、現、現行の法律を犯すようなことはもちろんあれですけど、だけど、あえて、その憲法で。あの、国に保障されるものじゃ。うん、国に与えられるものでもないし。そうですね。それももともと持ってるもんだから、うん、とにかく言われるいない。<laughs> そうですね <laughs> 本当に。犯してはならないでいいですよね。<laughs> うん、いや、ここ結構。重要なポイントですね。うん,うん、うん,うん、うん、うん。そもそも人権とは何かって、そういう、あの。 あの根本の根本の核心のところでよくよく考えたらあれ <laughs> そうですねだから私たちもその人権とは何かをよく知らないからちゃんとそこはあのちゃんと理解した方がいいですね。ああそうですよねということう。うんうん、だからえっとその自分たちの人権とか自由とかをあの侵害されないような方向でもっとやっぱりあの

でえっと、それはだからその自然は本来の自然であるべき権利を有するっていう <laughs> すごいな <laughs>、うん、いやでもこれこういうことを認めてる憲法が実は海外には他にもあって<ー>エクアドルとかもその自然は、うん、だからその例えばあの人間が自然を利用していいみたいな法律はあるんだけれども犯しちゃならないみたいなそういう法律はあんまりないんですよ。 でそういうのを認めてるのがエクアドルの法律らしく、あの憲法らしくって、<ー>でアイスランドの人も、だからアイスランド人口三十万ほどの小国なんですよね。あのこの FM ナハがあるナハ市の人口と同じぐらい<ー>国として、すごいですごいちっちゃい国なんですよ。はい、えでもだからこそ、あの何か危機があった時に、うん、あの国外、海外の優れた事例に学んで。 えっと、そのいいとこをどんどん取り入れた子じゃないかっていうことを、まあ、あの、そのアイスランドの活動家の人がおっしゃってるんですよ。で、それすごいことだと思いません。うん、すごいですね、うん。なんかこう、日本って海外に学ぼうっていう、なんか機運がこうなさすぎるっていうか。うん、<laughs> 確かに、そうそう。それで、えっと、まあ、あの、私も、あの、えっと、まあ、いろいろ、その、なんていうのかな。 海外の文献にあたることが多いんですけど、でそうすると日本語の情報が特に重要なことになればなるほど、日本語の情報が少ないことにびっくりするんですよ。うそうですよね、<ー>確かに。ね、うんうんうん、まあ1億人ってすごい人数だけど1億2000万とかって、だけどあのやっぱりその。 えっと地球の人口は今ね。あ、もう80億近いわけですから、77億人とかって、その中で1億人って本当にわずかなものなんですよ。うん。それでえっと。あのどんどん世界情勢も動いてるわけだし、えっと世界のもっといい事例とか改革的。あのすごい革新的なこととかいいこと。たくさん起きてるんですよ。で、そういう情報がほとんど日本に入ってこないで、あの素人しない。 うん、すごいもったいないと思うんですよね。ねそうですよね。もったいないですよね。<laughs> うん、だからこそ、まあ、このね、まあ、あの番組でも、うん、えっと、ワイト海外の事例をたくさん紹介してますし。うんうん。で、えっと、その憲法改正するなら、当たっても、なんか、その。えっと、まあ、もちろん、あの旧、きあの、現行憲法をしっかり、あの、なんていうのかな。 読み込むとか理解するってことも大切だと思うんですけど、いやこういうとこ海外ではどうしてるんだろうみたいなそういうふうに比較していくことも大切だと思うんですよ。確かにね。やっぱ面白いですもんね。面白い面白い面白い。やっぱ日本以外の国の話聞くと違うなみたいな。あ、そうそうそうそ遅れてるな。だかそういうことをなんかもうちょっとね、あのせめて BS ぐらいでもいいんでちょっと特集してくれたりとか、海外でこんなことやってますよとか、うんなんかそのまあもちろん観光情報とかは海外の情報 もたくさん入ってくるんだけどうん、うん、その国の法律がどうなのかとか憲法どうなのかとかってあんまり特集されないじゃないですか。確かに、うん、で、えっと、もうほ,とんほとんど知る人がいないうん、うん、だけどあのもうそういうアイスランドみたいな小国だと海外の資料をどんどん知ろうとしていくここすごいあの大きな違いだと思うんですよね。本当でですねはい、うん、はいでは、はい、次また気になる はい、ところは、えっと、第20条の3項ですね一応まあ現行憲法でも国およびその機関は、はい、え宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならないってなってて<ー>まあこれもそのまま適用されてるんですけど、えー、この,あの草案の方に。はい、でもその後に、はい、ただし社会的儀礼または 種族的行為のの範囲を超えないものについてはこの限りではなないってなってててこれもなんか範囲を広げていくとまたオッケーになっちゃいそうな気がして<ー>国や自治体その他の公共団体は、うん、特定の宗教のために、うん、まあ宗教的活動しちゃいけないっていうのが現行憲法なんだけど、うん、新しい草案ではうん、うん、ただし社会的儀礼だったらいいよ。うん 修飾的行為の範囲を超えないものについてはいいよ。うん。ってなってる。<ー> <laughs> 考えすぎかもしれないけど。うん、いや、でも。うん。なんか、でもほ、本当にこれ難しいんですよね。ねうんう。社会的儀礼が何をさせてるのかとか。によりますよね。うん。これもね。うん,う,んうん。いや、本当これ難しいですよね。難しいですよね。うん,うん。で、一応なんか天皇家は神道だったりするので。<お>うん、例えば、あの。 えっとえー、皇族の方のご結婚とかはうん、うん、あれこれ宗教絡むのかなとかうん、うん、あとまあ海外の国だと、えっと、宗,宗教と政治が一体のとことかあるじゃないですか<ー>、うん、でそういうとこだともう政治イコール宗教だったりするからうん、うん、そういうとことをあのその外交的儀礼をする時とか、うん、外交官が、うん、あのなんかやる時とか、うん、あのそういう。 なんか接待とか、うん、まあ国を挙げての接待ですよね。どうどうなるのかなとか、うん、うん、なんかすごい微妙ですよね。微妙ですね。うん。うんまあだから範囲がそういう形式的なものだけだったらいいかもしれないですけどね。うん。うんいや、でもかかといってなんか今まではなんかこう、うん、あのざっくりともういかなる宗教活動もダメってあったけど、はい。 うん、言われるみたいななんかこう例外を作ると限りなく例外になってしまうっていうこともありうるし、うんうん、今あのちょっとネットなどではねあのちょっとお亡くなりになった方の,、はい、あのちょっと宗教的団体との関わりが大きく取り沙汰されている、うん、あのちょっとご時世でもありそうですよ、ね、<laughs> 本当にまあまあ現行憲法に照らし合わせてもな微妙な。 えっと、もうちょっとこ,うここ議論した方がいいんじゃないですかね。そうですねうん、うん、本当に、うんでえっと、一応草案こういうのありますって言って、うん、でそれをもっともっとこうテレビとか、ね、新聞とかでもここどう思いますかみたいな感じでいろんな人の意見をあの集めたりとかあの一応まとまなことを言えるし指揮者まとまなことを言える指揮者ってなんかよくわかんないんだけどもうちょっとこ,うこ,この辺分かりやすく。 まあこういう書き方をしているとこういうことが考えられますよとかこういうことがありえますよとかもうちょっと具体的に、うん、そうですねこういう危険性がありますよとかじゃあそれを国民として認めた方がいいのか認めない方がいいのかとか本当真面目に議論した方がいいと思うんですよね。 でも疑問ですねよくこうこういうとこ見つけましたねいやなんか、うん、読んでたら意味わかんないなと思って <laughs> でもそこ大事ですよね、うん、ストンと落ちないことってやっぱり気持ち悪いっていうかそう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 やばいことがいいんですよ、うん、<laughs> 意味わかるように書いてますしねい, <laughs> いやそうですよね <laughs> <ー>そうそうそううん他に気になるところは、うん、ありましたでしょうかはいで次の表現の自由がまたちょっとはいはいは怖いなっていうところがあってはいはい、はい、うんうん、うん、えっとまあ 第21条集会結社および言論、はい、出版その他一切の表現の自由は保障するこれはいいんですけどうん、うん、あ原稿憲法ね次の、えー、っと草案で「全項、はい、の規定にかかわらずうん、うん、公益および公の秩序を害することを目的とした活動を行い並びにそれを目的として結社することは認められない」えー。えなんかまた あの繰り返しになるけど、えっと、うん、憲法は国を縛るものであって。国民を縛るものじゃないじゃないですかね。<laughs> そうでした <laughs>、うん。んかこれおかしいですよね。そ,そう、それもそう、その点でもおかしいし。うん、また、この公益及び公の秩序を害することを目的って、どの範囲。かわかんないじゃないですか。そう、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 そう。この書き方だと、なんか、その、えっと。 国策は全て公の秩序というふうに言われてしまうと例えばねあの先週もちょっとお話したけどあの、えー、と新型コロナのワクチンをもうあの国民の義務とかって言われてこれを公助良俗とか公の秩序とかって言われるとうん。うんあの えっとまあ私なんかねあのちょっと化学物質で過敏だったりするのでワクチン接種されるとひょっとしたら倒れるかもしれないそうですよね、うん、で倒れたら保証するよって言われてもいやあの可能性があるんでできたら受けたくないんですけどみたいな、うん、いや <laughs> 本当それですよねうんうん、うん、でそういうことをちょっと怖いんですとかってツイートしたりなんかしちゃったら「あこの地図を乱した」とかって逮捕されると怖いですよねそ <laughs> そうやめてみたいな <laughs>。とか言論統制がなんかいろんなところからできちゃう。 いくらでもできますよ。うな感じがして、うんうん、これをの秩序っていうのがはっきりしないから。はい、あの、これを国が勝手に、これが公益だよとか、公の秩序や、秩序、秩序だよとかって言われたら。うんうん、どうにもなんないですよね。そうなんですよ。一国民としては。うん、うん。だから、<で>うん。ね。うん。 まあどっちにしてもその <laughs> 国を縛るものだって国民縛るものじゃないかな <laughs> そうなんですよ現行憲法はこの言論の自由を保障するって終わってるんですよねうん、うん、あ終わってるっていうかこれって検閲はこれをしてはならないうん、うん、通信の秘密はこれ犯してはならないうん、うん、だから本当に言論の自由を保障してるだけなんだけど草、うん、案ではわざわざこれ足されてるんでこの これ全体いらないと思います。ね。うん。だから国民の縛るようなものは、やっぱりっっ、うん、あのそ,そもそも乗せちゃいけない。<laughs> そうですよね。うんうん、だって、あの国を縛るものだから、国民、え、だ、国民は一応ね、なんか法律とかそういうもので、いろいろルールを守るに、あのうん、うん、なってるわけだから。うん、うん。だから、その、えっと、国民の権利を侵さないために、国がやるべきこと、やらなくちゃいけないこと。 でやってはならないことを決めるのが憲法だからこういうなんかこう国民を縛ることがあること自体がやっぱおかしいとやばいなあとは、えー、と第24条は「家族は社会の自然かつ基礎的な単位として尊重される」まあ、これはいいんですけど「はい、家族は互いに助け合わなければならない」。 まあよさげなんですけど書き方は良 <laughs> さげなんですが助け合わなければならないっていうのがその家族間でうん<ん>というかなんか家族いない人もいますしね、うん、そうですよね、うん、この国がこうなんて家族なんですかねあの個人じゃダメなんですかね個人を尊重する 確かに。うん、か助け合わなければならないだから。あとまたこれもあの <laughs> 国民を規定してましたよ。なんか縛ってますよ。そうですよね。うん、だからあのえっと国は国民を守らなければならないだったらわかるけど。そうですよね。家族で助け合いとかって言われても。 え、そう、家族関係が悪い人もいるし、<laughs> あ、いるし、いるし、<あ>それそれでどうにもこうにもなんかできない状況の人たちを、あ、そうそう追い詰めることにもなりますよね。う,よねうん、家族で何とかしなさいって言われているのもだから、うん、いやでもそれ以前に、うん、それ以前にだからそのえっと国民に対してあれこれこう規定することは絶対憲法になっちゃうダメなわけですよ。うん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 。確かにね、うん。互いに助け合いとかって言って、いやなんで国民に命令するんだよ。<laughs> 確かに。<laughs> そう。うん、いや、これ絶対おかしいですよね。これも,も、新設されてますね。やばいですね。うんうん、で逆に、海外だと、なんか、その、うん、えっと、L. G. B. T. Q. の人が、あの、うん、やっぱり。あの、同性婚を認めてほしいみたいな、ことが世界的な流れになっているので。うん、はい、う,んうん。あの、海外と、例えば、首相。 が実は LGBTQ ですとかレズビアンですとかゲイですとかって告白あのカミングアウトするような事例も結構増えていてだから、まあ、あの私も子供の頃、ね、ちょっと社会科で習って両性の合意に基づいてってあるけどこれじゃあ同性じゃダメなのみたいな、ねあ。こういうところはだからあの変えてもいいですよね。 いやだけどまあ婚姻自体もあの国民を縛るものだから、うん、まあ別に国が婚姻はこういうものよとかって規定する必要もないのかなみたいな、うん、いいいい削除したたらいいんじゃななのみ繰り返しになるけどあ,のあくまで憲法は国があの国民の自由と権利を守るためにやってはいけないこと、うん、やっていいことを規定するものだから家族でどうこうしろとか婚姻はこういうものだとか規定すること自体がおかしい。 確かに確かに、婚姻しない自由もあるわけだし。そうですね。うん、じゃあ、どうやったら一人一人の権利とか、自由が守れるのかっていうのを。うん、あの、真剣に考えるべきだって、婚姻はこういうものよとか。うん、あのし <laughs> 憲法で何とかする話はないですよね。確かにね。うん。そうそう。まあ、でも、なんかね、やばいやばいって,言ってますけど。逆に、うんうん、あ、これはいいんじゃない。というのが、足されてるものもありまして。うんうん、あそうなんですね。はい。はい。それが、えー、っと。 第25条の、えー、えっと環境保全の責務、はい、これはいいんじゃないでしょうか。<laughs> <ー>環境保護した意味としては、あ、これは親切なんですね,ね。親切で国が積極的に環境保全してくれたらすごいいいなと。国は国民と協力して、はい、国民が良好な環境を享受することができるように、うんうん、その保全に努めなければならない。はい。 いいですねこれね。これいいですよね環境はぜひ保全してくださいという感じ。けどこの国民と協力しててまた必要ですかねこの一言。そうですね。この一言こ,れこ,れこの一言いらないですね。<laughs> 国はでいいですよね。国はで。国は環境保全しなければならないで。私もそれを思いました。うんうんうん。 環境保全について国が責任を負うみたいなことやっぱりいいですよねいいですよね今までなかった項目なわけだし自民党さんここ頑張ってくださいここはよろしくお願いしますよろしくお願いしますそうそうそうその次の第25条3で国は国外において緊急事態が生じたときは在外国民の保護に努めなければならないこれもいいんじゃないかなこれ親切なんですね親切ですねうん 何、うん、かあの東日本大震災があった時とかは、うんえっと、ちょっと正確に覚えてないんですけど確かフランスが、えっと、チャーター便を出して、うんえっと、フランス人あの日本に住んでいるフランス人とその家族うん、うん、例えば結婚して国籍は日本人なんだけど、まあ、フランス人の家族の人を全部チャーター便乗せてフランスに戻したみたいな話も聞いたことあるので。それか かっこいいですそうですよね。かっこいいですよね。うん。そうそうそう。それはいいな。親切なんですね。はい。うん。そっかそっか。うん。まこれも国がやるべきことをあの定めたものなので。うん。これはいいと思います。確かに確かに。本当ですね。うんうん。でもあのこれこうやって見ていくとすごいあのえっといいのか悪いのかがパンパンパンと確かに分かりやすいですね。あ、確かにその視点で見ると。うんうん。 あそうそうそうあの国を縛るものは OK で、えっと、国民を縛るものはダメってやったら確かにあもうこ,ここは削除あここは OK ここは削除って <laughs> <laughs> 国民はちゃんとね法律で縛られてますからそう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 、ねうん、そう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 法のプロが言ってることですあのホームペでジで。 え明記していることなのでもう、うん、<laughs> 私たちも自信を持ってではまたあの、まあ、これは良くないんじゃないかなっていう方に戻りますがこれはちょっと私の考えすぎかもしれないんですけど、えー、この第26条の26条、はい、えっと3、はいえー「国は教育が えっと国の未来を切り開く上で書くことのできないものであることに鑑みうん、うん、教育環境の整備に努めなければならない、はい、まあこれはいいんですけど書いてることは確かに教育整備はいいのかもしれないんですがうん、うん、教育内容にもよるかなっていうところが。でもここ微妙でですね、うん、教育環境の整備だから映画で 「世界の通学路」っていう映画があったんですけど見たことありますあ分かんないっす。えっといかに教育が大事なのかっていうのを訴えるようなそういう視点で書かれてるんですけどでえっと例えばアフリカの子が片道2時間とかかけて3時間だ時間だったかな忘れないけども通うんですよ学校に。 とかそういう野生のなんかその肉食獣を避けながら行くんですよ。それ、うん、だからその、えっと、とどもじゃないけどそんな通えるわけないじゃんみたいな。いやだからそれこそがなんかあの教育環境の整備というかそこまでして子どもにちゃんとあのなんていうか。 あの読み書きを教えなければならないっていうのが国の責任であるま、まあ、アフリカいろいろねあの金銭的な面では難しいかもしれないけどヘリコプターなりで子供を迎えに行ってあればいいのにと思って、うんうん、で、まあ、毎日あれだから、まあ、あの1週間ちょっと寮生活みたいなのをさせてだってな,なんでそんな子供たちだけでで通うんですよなんを確か私が見た時は覚えてる限りで兄弟で通っててまだ10歳にもならないのに兄弟が。 あ,あそこライオンいるぞとかって言ってどうやって避けるかとかって言いながらなんかあのえっと坂道をこう滑り台みたいな滑り,り砂,砂まみれになって滑り降りたいとかそんなことをしながらサバンナをつ通通通学していくんですよおかしいだろうと思って確かにいやそうさうんそれあのもし覚えることと子供の言うことどっちが正しなんだよとか確かに 確かにだからあこれこう,いう教育環境だからいいかもしれないですね私なんか今あの教育内容とちょっと感じがしてたかもあ。教育環境ってことは子どもが勉強しやすいような環境とかそういうなんか学校に行く権利を保障するとかそういうことかもしれないんで。 これれはいいいのかもしれないですねそ国を縛るっていうことで特に国のなんか権,権利というかこう義務を削減するようなものではないのでんか変な教育をしてくぞみたいな愛国,愛国教育をするぞとか、うん、<laughs> ちょっとそれ,にそれを思っちゃって <laughs> あそれだとちょっとまずいぞと思ったんですけど字、うんまあ、し追っていく限りだと環境の整備っていうことなんでそうですねこれはいいかもしれないですね。確かに確かかにに でも本当例えばねんかいつかも大丈夫で教えていただいたと思うんですけど北谷町ではスクールバスがあって子供なしでは1時間以上かかるところ迎えにバスで来てくれるとそうですねびっくりしました私聞いたことなかったんでそういうの結構ありますよ沖縄はあそうなんだスクールバス結構すごい今さますだからそれこそは教育環境の整備ですよねね確かかにそうでですすまだ時間大丈夫ね あ、ああ <laughs> そろそろい思いっきりオーバーしてました <laughs> <laughs> じゃあ終わりますかここ終わりましょうはい、ありがとうございました <laughs> <laughs>